準備は整ったな。それでは出撃する。行ってみよう。援護要請、精鋭からだ。行くか。敵発見。そこだ。敵撃破。敵発見。行動開始する。当てる。敵撃破。目標撃破確認。くそ、被弾した。私の番ね。みんなの役に立ちたいの。敵発見。これ、くれる。当たって。やった。私、体が丈夫なんだよね。私の番ね。発見したわ。わかったよ。丸く思う。やればいいんだろう。止めた。味方がやられた。お前ら気をつけろ。やればいいんだろう。悪く思うな。行くわよ。敵の抵抗に構うな。突破しろ。そこよ。行動開始します。相手じゃないわ。やった、これで進める。
けるわよ。ごめんね。準備できてるわ。いけるわよ。ごめんね。もう終わり？押されている。応援を頼む。行くか。若いの骨が甘いんだよ。仕留めた。エーゼル、エーゼル。やればいいんだろう。俺だってやるときはやる。敵撃破。いい流れだ。上見とけ。行動開始する。衛星兵、ここだ。弾持ってこい。弾行動開始する。行くか。筋が通らないな。敵撃破。なんて手前だ。行ってみよう。このままでは先に進めない。you
行動開始する。いけるぞ。発見した。敵発見。慌てる必要はない。勝負だ。一気に決めろ。行動開始する。そこだ。仕留めた。なんてやつらだ。行くか。答えは必ずある。仕留めた。やるね。行くか。筋が通らないな。行くか。いいレシピを思いついたぞ。私の番ね。迎撃態勢。当たって。リキャス、私。体が丈夫なんだよね。行動開始。当たって。リキャス、私、体が丈夫なんだよね。敵の態度気に食わないわね。行動開始。いけるわよ。当て手がここまでかしら。そこだ。当てる。
いけるわよ。もう大丈夫、ありがとう。私の番ね。今のはヤバかったぜ。敵発見、力が湧いてきた。当たって、やった。なかなかやるじゃないか。料理の前に一仕事だ。見つけたぜ。くらえ。俺の出番だな。くらえ。うまくいったぜ。敵は病院を逃がさないで。してあげる。楽しくなってきたわ。もう終わり？今がチャンスだ。するぞ。出番なのね。にならないわ。くそいいやつだったのに。行動開始する。
世話をかけた。感謝する。行動開始する。ドクタルフ、始めた。行くわよ。あなたとは家柄が違うの。敵の態度気に食わないわね。行くわよ。敵の本部か。行動開始します。やれるよ。行動開始します。行動開始します。行くわよ。行動開始します。行くわよ。それにならないな。みんな、ご苦労だった。敵が引いていきますよ。見て、代わりに誰か出てきたわ。私は帝国軍ガリア方面進行部隊指揮官セルベリア・ブレス大佐だ。ガリア軍部隊に次ぐ。これより捕虜1名の引き渡しを行いたい。あれは？ただし捕虜引き渡し後は速やかに撤退することを条件とするが、交渉に応じる気はあるか？了解した。戦闘行動を中止し交渉に応じる。では代表者1名が引き取りに来られよ。先ほど捕獲した騎軍兵士を引き渡す。隊員への恩情、感謝する。伝言を頼みたい。構わないか？受けたまわろう。勝者より敗者に次ぐ。この敗北を背負い、生き続けろと。わかった。必ず伝える。
それとクルトというのは機関か。私だが、その名をどこで。そうか。ではもう一つ頼みがある。お前がこの子の戻るべき場所、ふるさとになってやってくれ。え？さらばだ。翌日、ガリア軍のギルランダイオ要塞攻略作戦が開始された。義勇軍第三中隊第七小隊の働きにより要塞は陥落。セルベリア・ブレス大佐はバルキリアの力を使うことなく敗北した。そしてバルキュリアの最後の炎を燃やし、要塞に集結したガリア軍主力部隊を道連れに爆死した。気がついたか、イムカ。え、ここは。戻ってきたんだ、君は。なぜ。バルキュリアはどこだ。まだ復讐は終わってない。彼女は、セルベリア・ブレス大佐は死んだ。ギルランダイオ要塞は大爆発を起こし、跡形もなく消滅した。捕虜となっていた彼女も生きてはいないだろう。そんな、嘘だ、信じられない。嘘ではない。いくらバルキリアでも、あの爆発では。間違っている。なぜ奴が死んで私が生きているのか。そんなはずはない。君の復讐は終わった、イムカ。銃を貸せ。何をする。奴を追って地獄へ行く。復讐はまだ終わっていない。何を言ってるんだ、よせ。バルキュリアを殺すために生きてきた。奴が死ねば私も死んでいい。地獄で奴に復讐する。正に未練はない。君を生かしたのがセルベリアだとしてもか。彼女は君を殺さず、捕虜として俺に返しに来た。ありえない。私を生かす理由がない。彼女から君へ伝言を頼まれている。勝者より敗者に次ぐ。生き続けろ。生きろ。生きろだと。こんな無様に生き残った敗者に。私には生きる意味などない。復讐のない世界では生きていけない。イムカ、俺のためではダメか。俺はまだイムカの目的に協力するという約束を果たしていない。約束を果たすまで俺のために生きてくれないか。目的はもうない。目的は変えてもいい。復讐の他にはない。だったら俺も一緒に地獄へ行こう。そんな、いけない。クルトは死んではいけない。イムカ、今俺の名前を。
初めて呼んでくれたな。呼ぶのは初めてじゃない。そうか。私のせいでクルトが死ぬなんて。他に約束を果たす方法がないなら俺は君と地獄へ行く。約束は必ず守る。それが俺の生き方だ。困る。目的なんてない。なければ探そう。今すぐじゃなくていい。どうしていいかわからない。地獄に行きたくなったら言ってくれ。その時は俺も一緒だ。嫌だ。一緒には行きたくない。嫌われたものだな。そうじゃない。全然分かってない。ネームレスはガリア軍のイルランダイオ要塞攻撃には参加しなかった。この攻防で両軍はバルキュリアを出さず、結果としてガリア軍が勝利する。遠方にてギルランダイオ要塞の爆発を見たネームレス一同は、あまりにも凄惨な爆発と被害に言葉もなかった。